トポゴントポゴンは、ロベルト・リヒテルが1933年に開発した、対象型広角レンズである。前後完全対象型である。ハイパーゴンの前後に向けて深いメニスカス突レンズという構成に、加えて内側に深いメニスカスをウレンズを向かい合わせに、構成する。当初回6.3で画角100度をカバーした。米国特許、第203万1792号。 主に同社の航空測量カメラに用いられた。ボシュロムではメトロゴンという名称でライセンス生産され、やはり主として航空測量カメラに使用された。なお、メトロゴンにはトッポゴンを下敷きに前後完全対象を崩して性能向上を図ったボシュロム独自設計のものもあり、これにはトッポゴンの米国特許番号が刻印されていない。古イに4乗速により、 周辺光量落ちが激しいため、このレンズには、航空測量用に外周から中心側にかけて徐々に暗くなるようにしたグラデーションフィルターが用意された。ハイパーゴンでは何も装着せずに露光、中心部に風車がついたフィルターの風車をブロアで回しながら再度露光するという手段で補正していた。これと同様の構成は、 ニコン s 用 w ニコール 2.5CMF4、キャノンの L マウントキャノン25メートル MF3.5、マミアプレス用セコール65メートル MF6.3、KMZ のオリオン15-28メートル MF6 がトッポゴン型を採用している。またビオメターやシュナイダークロイツナッハのクセノターの5群の形状がトッポゴンと類似している。上記のカメラは 戦前の日本へも輸入された。当時の陸軍が撮影したフィルムが国土地理院に残されており、地図、空中写真閲覧サービスでも閲覧可能である。ありがとうございます。